では始めさせていただきます。リサーチアシスタントで働かせていただいている、ニムニムと通称呼ばれています、ニムニムです。で、タイトルは俺の統合 TV 見てううみたいな感じでちょっと苦し紛れにつきました。で、まあ、タイトルいろいろアッパッパーとか考えたんですけども、やっぱりしっくりこなかったんで、まああいうタイトルでよろしくお願いします。で、まずは自己紹介を始めさせていただきたいと思います。で、自己紹介として、私は北里大学大学院の感染制御科学部の M1 で実験しております。で、普段はウェットで、細菌と戯れております。で、まあ、自分がやっている細菌はボルデテラパタシスっていうやつなんですけども、リサーチアシスタントで働いている、パンカコさんっていう方から、リプライ、こういうリプライいただきまして、で、実際作ってみました。はい、ゆるキャラデブ中です。で、2011年頃牧場を知り、小野さんに、ご連絡させていただいて、2012年6月頃から、統合牧場 TV 班として放牧活動を開始しております。で、本日の目的、率直に言いますと、勧誘です。で、本日のお話は、統合 TV の名作をちらっと紹介ということで、まず統合 TV、再三になりますが、統合 TV とは、まあ、はじめ、ウェブを開けていただきますと、初めての方へと、で、データベースやウェブツールの活用を動画で紹介するウェブサイトです。で、簡単に言いますと、生命科学系のデータベースの使い方を、初めての科学好きの高校生の方から一般の方まで、初めての方でも簡単に、そう、お金はいりません。コマンド A プラス B プラ A とかの、まあ、そういうことは教えられないんですけども、こちら裏技、データベースを組み合わせた裏技などもお教えしています。で、そう、ウェブがある環境では、実験室の、PCR のかけている間など、でも、見ることができます。で、それってマジって聞きますが、マジです。で、私、こういう動画を作りました。で、こういう動画には、重要なポイントは、通称萌えポイントと、遺伝を紹介する言うんですけども、まあ、攻めかけの学生が7が見ると、そうそう、これ燃えるんですね。で、今回は、まあ、サイニーを使って論文っていうやつを、これ皆さん使ってたりすると思うんですけども、まあ、こういうウェブサイトなんですけども、これも今話題、統合 TV では話題となっておりますが、まあ、今回は、こちらのバイオマートを使って2つの生物種の対応するデータを取得するという方法をご説明させていただきたいと思います。で、こちら、今月のランキング数、は、1位ということでキープさせていただいております。で、抗体検索サイトバイオブレアを使い倒すということで、こちらのサイト、こういうサイトの方になっておりまして、で、こちらを調査して、まず、バイオブレアとはどういうサイトをかを、まずはじめに、まあ、簡単に説明して、で、実際に実例を出して検索するというふうに、ご説明させて、説明して、説明しています。で、実際こういう、バイオブレアには、複数の分類項目を、組み合わせて、検索結果を絞り込むことが、できます。で、実際に、ファセットを用いて絞り込んでみるという作業を行って、例えば、CASPQ を、まあ、選んだりで、実験用途としてはウエスタンブロットを選んで、このように、まあ、実際に抗体が出てくるんですけども、で、これを開けてみたら、まあ、いろんな情報が出てくるというふうなウェブサイトを、になっております。で、これは、作っている途中に、突然インターフェースが、変わってしまって、で、ちょっと作り直して、後から付け加えたりしたりとかしまして、作りました。
でこういったサイトには、これが見どころなんですけども抗体とパブリケーションが、まあ、リンクしているところがちょっとこのバイオブレアの見どころです。で、もちろん、さらに、この、論文で使用された他の抗体も、まあ、一覧で出てくるということになってます。でこういったところ、覚えてください。で、もちろんこういったところ、パブメドと、まあ、リンクしてほしいですよね。で開けてみたら、まあ、リンクしてます。で、さらに、こういった抗体も、比較も簡単にすることができます。このようにチェックを入れて、で、まあ、一覧で、見ることができます。そう、まあ、ハッピーですよねこれ。で、似たような、インターフェースも、まあ、ちょこっと紹介しています。でこちら、作った人はリサーチアシスタントの方は大抵ブログをやっておりまして、でこのように、詳しい内容など、動画で載せてないような、書いてないようなこともちょこっと書いていらっしゃいとかもしています。で、最後になりますが、ご連絡はツイッターで、まあ、ウーニャーとリプライくれれば返します。ご清聴ありがとうございました。